ゴーストオブツシマ続きをやっていきます。ではいよいよ石川先生のやつをやっていきたいと思います。これで、ね、覚悟と夢と、石川先生は対馬の弓取りが赤島で猛虎を率いているという噂を聞かれたらしい。先生はその弓取りは元弟子の巴ではないかとお考えになり調べていらっしゃる。檻を見て俺も赤島へ向かおう。よし、じゃあ赤島へ向かおう。 5.1 キロです。 5.1 キロですから、ここですから、っていうことは、近いとこ、ここに行こう。ご無沙汰してますって感じだよね、石川先生。巴が猛虎と共謀しちゃってる可能性があるよっつって、どうしようかなっつって、先生のせいじゃないかと思ってる。先生の性格上ね、なんかちょっと先生はなんかこうちょっとひねくれもんだから、それに対して巴は不満があったんじゃないかと思うよ。先生のせいだったんじゃないの、そうなったのは。先生がそれを落とし前をつけようと巴の居場所を探しているということですわ。そういうことですわ、鹿さん、そういうことなんですわ。これで取るでしょ、これで。待って、合ってる、位置合ってる。あ、雷やめて。石川先生がおるはずだが。おるはず、ここ大丈夫、大丈夫のやつ。おらぬか。大丈夫ね。誰か見たやもしれぬな。おらぬのかい、おらぬのかい。でもこの人が見たっぽい、見たっぽい、見たっぽい感じ。武士を知らぬか、弓取りだ。東へ向かわれました。おじいちゃんだよ。狩りに加わるなら追いつけとことづてを。確かにお伝えしました。狩りに加わるなら、なんだそれは。でもまあここに陣が来ることは見越してのそのことづてを預かったんだろうな、多分。この鹿のおじさんは、鹿のおじさん、巴じゃない、石川に会え。 180m も先にいるのか。じゃあ影だ。ポポポポ言ってる。ポポポポ、何何、大騒ぎなんだけど、大騒ぎなんだけど、ちょっと大騒ぎ夏美なんだけど。石川先生が危ない。じゃあ行かなきゃダメ、やっぱり。危ないの、石川から離れすぎている。はい、ごめんなさい。じゃあここら辺から降りてって。あー、いるね、いるじゃない。もうとはいえいるじゃない、あそこに。待ち構えてる、待ち構えてる。この人を、ちょっと待って、ポーって言われた。この白い花には隠れられないのか。あ、なんかいる、ここにいる。ちょっと待って、こんなところに、こんなところに猛虎人。あそこにもいるよね、めっちゃいるよね。ここダメだな、いける。よし、おいで。なんかビュービュー打ってんな、石川先生も打ってるな。石川先生、どこに、どこか、どこに、誰がどう いんの。あそこの、よし、おいで。まだいるよね。あそこ、ああいいぞ、石川先生いいぞ、やってっつ、あいつも。石川の おじさんも、よし、やって。こっちだ、どっちだ。なんで分かったんだよ、なんで堺だって分かる。かがんでおれ、なんで、どっちだよ、どこだよ。石川と花、あ、そこにおらしちゃったけど、はい、武士。ここにおらしちゃったのか。お、やってくれたじゃないか、結構な数を。おう、血まみれすぎない、ちょっと。石川のおじさん、ちょっと。顔が見えん。血まみれです。先生、血まみれ。その毛がかすり傷よ。何故先走ったのですか。かすり傷でそんなに。巴の足取りをつかんだ。逃がしてたまるか。巴の兵でしょうか。わしの名を知っておった。あ、じゃあそうだな。
新手が来ます。名前を知って新手が来る。敵は私が。私がするの？そんなことある？私がする。じゃあ矢をもらってくぜ。どっちから来るの？どっちからどう来るの？新手は？新手さん、どうしよう、どうしようの新手さん。痛い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 。もうダメじゃん、もうダメじゃん。痛い痛い痛い。ちょっともうダメじゃん。もう弓使いすぎてる、この人。痛い痛い痛い。弓の人たちはもう、みんなやっぱ弓が上手なんだな。弓が上手。はい、弓が。あれ、ここら辺にいなかったか。あ、ここにいた。おいで、おいで。次はどこだ。この目か、この目か。よし、で、次はここか。痛い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 。おいで、次はどっから撃ってくる。どっから撃ってくるんだ。あそこにいるのか。ん、どこだ。あ、いた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 。いたな。ここは当たらんだろ。来い来い、撃ってこい。なんで下がるんだよ。ここにいるんだから撃ってこいや。あ、撃ってくんな。えい、出せないよ。新手をやりましたよ、石川先生。まずまずの敵だ。なんだよ、俺を試すようなこと言いやがって。まずまずじゃないよ、まったく。世話の焼けるおじいちゃんだな。睨んでる。ジン睨んでる。あなたが囲まれるとは。巴の教えが良いのだ。訳は他にありましょう。思い当たる節が、モセ。あったっけ、そんな思い当たる節。巴に執着し、周りが一切見えておらぬからでは。わしとて過ちは犯す。相手が巴ゆえ、心を乱される。先を急ぐぞ。あ、今のコメントに対してちょっと無視された。最後のコメント、心が乱されてるんじゃないかっていうコメントに対して石川先生無視した。そういうとこだよ。ねえねえ、そういうとこだよ。トンボイが裏切ったの。兵の多くは弓取り、赤島のあちこちで村を襲っておる。トンボイがその指揮を。あやつは我らを下すための手のいい道具よ。そうだとしたら、トンボイすげえ悪くなっちゃったじゃん。悪者になっちゃった。巴は猛虎に着く前にあなたを襲った。隠さず司祭をお話しください。あやつは族の一味に加担したのだ。金のためにな。それが何だとおっしゃるのですか。まあ聞け。お主ならばその族を生かしておくか。あなたが先に襲ったのですね。そこらの族と同じように処したまでだ。弟子だというのに。ひいきするわけにはいかんからな。まず長尾広則、次は巴。お主はわしを裏切るでないぞ。もうそれは分からん。俺はお前次第だな。お前次第だな。ちょっとごめんなさい、竹を取ってました。それは石川先生次第だな。お前がちょっとひねくれた感じでちょっと物を言う癖があるの。何事だ、何事だ。それは戯れに殺めよって。これは戯れに殺めてた。情けはないのか。無意な殺しは士気を下げるのみ。薬も過ぎれば毒だ。何の話ねえ、何の話。薬の話急にしたの。やめて、そういう例え、難しい例え話挟んでくんの。前は何をしておったのですか。あやつの母は小麦の商人の娘。父親は知らぬ。邪魔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 。なぜ聞く。殺しは一日でならぬもの、たとえ弓の才があろうと。人殺しの血が流れておるということだ。人殺しの血が流れてるじゃなくて、操作したのはだから言ってあんただろう。あんただろう、操作しちゃったのは。きっと何かあったんだよ、巴は。巴なりの何か考えがあったんだよ。なのにきっとなんかしたんでしょう。降りるの？降りるなら降りるって言って。赤島の民は家畜だとでも思っておるのか。あやつらは血に飢えておるのだろう。刃を磨くは人殺し、武士は心を磨かればな。なあなたは刃ではなく弓を磨いた。弓の腕のみ、人殺しではない。
どこに才があると。弓の弦は傷ついたものを蔵に固定させ、矢尻は小刀の代わりに肉を切れる。つまり弓は刃にあらずと。そして武士は人殺しにあらず。武士は人殺しにあらず。どっち行くんだ、どっち行くんだよ、どっち行くんだよ。どっちか、ちゃんとこっちだよって言って。巴が抗えば殺さねばなりません。どうかお覚悟。弟子の不始末は死が片付けねばなるまい。わしが切ろう。その覚悟ができてる。あなたはあえて獣を育てたわけではないでしょう。弟子に取った時、あやつの闇を見抜けんかった。だからこそ恐ろしいのですね。うん、煩わしいだけだ。本当は恐ろしいでしょう。ね、怖いっていいな。ね、ちゃんと怖いよときゃ怖いよって、怖いんだよって。中山砦を思い出せ。はい、敵陣を調べ、短所を見極め、策を練る。上出来だ。戻ってない。見るは二度、いるは一度。見るは二度、いるは一度。何それ。ここから歩こう。何の辞書に載ってんの。あ、一緒に仲良し。で、声聞くた、あ、はいはい。声がする、声がするってよ。おするな、声がするな。弓取りを着々と育てておるわ。これ練習場なの？で、どうすんの、どうすんの、どうすんの、これ。巴の修練場を調べる、調べる。調べるも何もいっぱいいるじゃない。調べるも何も。どうするのよ、これ。調べるも何も いっぱいよ。いっぱいいるわよ。こういうのやってみる？ちょっと、一旦。えらいことになった。すごいことになった。すごいことになった。これ、これすごいことになった。はいはい、もう調べるっていうか、もうやれってことだよね。どうしよう言ってる、どうしよう言ってる。見え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 。もうやろやろ、もうやろ。いたいたいた、こっちだった。私どこにいるか分かんなかった。今どこにいるか分かんなかった。あ、でかいでかい人、でかい人いた、でかい人、でかい人、でかい人、横綱、横綱現る、横綱。どこにいる？私ここ、私ここでーす。全然弓じゃないじゃん、この人、この人も、この猛虎も、あの猛虎も。どんどんどんどこ、どんどんどんどこ、どんどんどんどこ、はい、楽にしてあげまーす。どんどんどんどこ。先生どこ行った？先生は？あ、まだやってた、まだここでやってた、まだやってた。いいか、二度と先走ってはならぬぞ。なすべきことを下まで。そうです。頼るな、武士たる者大然とあらねば。巴がおらぬ。確かですか？調べましょう。巴いない、巴いないの。修練所にはいれば、ひでえことすんな。こっちとかで弾を取ってたりせんの。いないな。おなんかあるぞ。これは何か宝物ではない、ないのか。宝物ではない、ただの椅子だ。椅子代わりにしていたただの箱だ。あ、向こう行けって。石川殿、石川殿、何ですか。調べましょう。弓と的ばかりだ。豊玉の各所に送るようです。修練場を増やす腹積もりか。大綱と櫛に一つずつ、さらに増えるな。おお、その訓練場を増やしてどうするんだ。で、どうするんだ。もっと調べる、もっと調べるの。てか一緒に調べようよ。何腕組んで待ってんの、そこで。俺はここに待ってるから、お前がちょっと調べてこいよみたいな、その感じ。何その感じ。そういうとこから、ここに調べる。日本語です。なんとある。大ハーンに慎んで申し上げます。この年の終わりまでに持てる技すべてを旧兵にお教えいたします。その暁には石川と酒井の首を届けましょう。うわー、復讐心すごい。わしの教えは
追放に帰した。ご決断を。止める術はただ一つ。言われずとも分かっておる。ならば証明してくだされ。己わしを愚弄するか。喧嘩しないで。ちょっと巴はこのわしの宝だが、いざとなれば島のため切る覚悟はできておる。巴めっちゃ可愛いんじゃない。ちょっと石川先生のタイプだったんじゃない。だから弟子にしたんじゃない。ちょっと先の目録、びっきりの美女なんじゃない。修練場探しの頼りになります。裏切り者を成敗するぞ。よし、成敗するぞ。本当にできんだな。酒井、可愛い巴でも切れるんだな。お主は太刀の腕も器量も備えておる。だが二度とわしを侮るでないぞ。侮ってねえから、元から。なんなのその感じ。ちょいちょいなんかそういう感じ出してくるこのおじさん、夢おじさん。でこれきっとこれ続くな。はい、精密の護符、ちょっとこれは見てみよう。あ、いいね、これいいじゃない。つけよう。これでどうすんだ。立ちはだかってるけども、あ、更新されたから、じゃあ、急に出た。これが6、7。じゃあ6からだな。石川先生の弟子であった巴は、なんだっけ、豊玉の各所に猛虎の、弓兵の修練所を建てようとしている。そのうちの一つが櫛田。槍川の軍との境に集落があったはずだ。まずはそこへ行ってみよう。わかった。じゃあ行ってみよう。っていうことは、あそこ行ってみよう。あそこはここだな。今出たとこだな。じゃあここが近いか。ここ近いけど、これ分かり、まあいいか、ちょっと行ってみよう。ここ近い。これ黒に染められるところを解放したんだよね。動画外ですが、解放したんですが、ここではなく。巴の修練場は近くのはず。もうあそこ、ここってこと？ 20 メートル。この木の先か。ほうほうほう。うわー、クロードだ。え、殺さないでくれ。何事だ。何？違うよ、大丈夫だよ。僕は大丈夫だよ。好きなもん持ってけ。何もしないよ。え、じゃあグミがいい。グミ食べたい。何の話だ。グミ持ってる？か、あの、旅のアキュードを襲っているんだろう。持ってる？弓の達人と手を組んで。石川先生か。ああ、違う、違う噂を流されてんのか。あんたの声だった。声だと？いつだ？ついさっきだ。腹を空かせた獣のように暴れ回ってただろう。何のこと？何のことですかそれは。クロードと先生と。え？なんかへ、クロードと先生と私みたいな。何故我らが追い剥ぎの濡れ衣を着せられる。部屋とワイシャツと私的な。真相がわかるか。北。北へ行く。これ乗って北へ行くの？北って待って、北ってどっち？北ってどっち？このこっち、あっち、あそこについてたわ。マーク。もうこの道を行けばわかるさ、わかるさ、これ。この道を行けばわかるさの感じ？じゃこの道を行くよ。この道は。先生どこ行った？でも先生ここに。同じ状態になって、チャラチャラ、こっちだ、こっち、こう行って、こう行ってこうか。あ、なんか森の中へ、森のクマさん、森のクマさんになっちゃった。ちょちょちょ、なんかすごい、すごい変なとこ行っちゃった。あー、大丈夫だった。あそこ、あそこだよってなってる。石川先生、一人で暴走してない？大丈夫？暴走、石川暴走。争う声、争う声してる？ああ、バレてらって言われた。先生、バレてらって言われた。先生、先生ダメ？先生どんな？先生あんな感じ。じゃあ爆発させちゃう？どうしよう。こっち来てる、こっち来てる。どうしよう。めっちゃ来てる。痛い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 。先生、場所違う、場所違う。弓の人、弓の人、弓の人。全員弓の人、全員弓の人だからちょっと苦手。弓の人苦手。あ、じゃあ間違えた、間違えた。違う違う違う、痛い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 。よし。で、どういる？
まだあそこで撃ってんな、バカみてえに、バカみてえに撃ってる人いる。ああ、ちょっとやる前に。ゆるりと物見とは。あ、そんなところに、そんなところに石川人。そんなところに日本人いた。そんなところに日本人いた。あんたが黒。誰この人は。そして。ここで何が。行商が襲われたのだ。俺は分かってるんだぞ。何が。あんた猛虎と手を結んで。違う。奪ってるんだろう。うわー、変な噂流されてる。その話はわしがしよう。わ、これ変な噂流されてるね、巴に。我らに濡れ衣を着せ、民に不安の種をまいておる。急ぎ向かったのだが、こやつしか助けられなかった。襲われた場所はこの近く。なぜだ。足跡をたどれば野営の場所を突き止められます。悪くない案だが。何か。気にするな、新郎のせいだ。何、なんかあんね。ここにおれ。しばし一息ついて、しかるのち離れるがよい。そういたします。大丈夫。奇襲の場所まで案内を。食べ物持ってかな、大丈夫かな。飲み物とか大丈夫かな。塩も取って、ちょっと熱中症に注意してくださいね。お願いしますよ。暑いですから。なぜわしのところが。この時代秋人の悲鳴を聞いた者が。巴のおかげで街道は空だ。だがどうしてか行商が通ったのでな、後をつけた。なぜ巴はこの地の行商を襲うのでしょう。串を奪っても利はないはず。いや、だが串寺は民の寄り所。道を封じて士気を下げる策か。まだ定かではないと。何とも言えん。今は巴は弓の教えに背き、竹を取っていくね。そしてわしを裏切り、次は故郷を狙っておる。地の果てまでも追い詰めてやるわ。本当は巴のこと好きなんじゃない？ねえ、巴が可愛いから弟子にしたんでしょう。荷車だ。ねえ、巴に殺された者も。聞いてる先生。石川。調べてみましょう。聞いてる？調べてみる？生きてる人いるじゃん。あ、生きてる人。ん？あ、と、あ、生きてない、生きてなかった。うわ、まとめされてる。串の種への戒め。あやつめ。先生と私の名を語っております。この道決して通るべからず。通れば死する。なるほど。考えたの。でもまあ通るんですけどね。あれ、乗れない。あれ、おま、え、影に乗れない。どうすんの。石川、ね、石川、あ、まだ調べるとこがあったわ。あれ、調べる。あ、足跡。街道を進んだ。見つけ出すぞ。オッケー。オッケー。足跡をたどっていけばいいのです。元の場所に戻れって言われたんですけど、どういうこと。あ、まだ調べるってこと。足跡を追えばいいじゃん。日本式の矢もあるか。無論です。これ以上巴どもの気まぐれで櫛の民を死なせてたまるか。来い。どこ来いって。襲撃地点。来いって言われた。どこそれ。来いって言った人。来いって言った人。ここ。あれ、来いって言った人どこ。ん、襲撃地点ってどこ。あ、いたわ。影。こっちなの。本当にこっちなのっていうか、雨降ってたんだけど、ちょっと一回雨宿りしようよ。一回ね。雨止んでから。あれ、どこ行った。痛い。急げ。はい、急ぎますよ。急いでるじゃないか。馬を降りる。ったく、降りる。命令しすぎ。指示中すぎ。ねえ、探る暇はない。せいてはことを子孫じると言いますぞ。そうですぞ。大丈夫かな。せいてはことを子孫じるって言うぞ。あ、ちょっと大丈夫。いるんじゃない。何故一人。助けてやらねば。お、一人。え、一人なの。はい、助けるよ。
ただ一人ぼっちなの。ダメです。来てしまったのですか。あ、おとりだ。なぜ拒む。あの女が言うには。何？巴が申してみろ。侍が来るまでは私を生かしておくと。おのれ、かけだ。なにゃ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 、どこにいたれ、どこにいたれ、そっちか、そっちね、そっちに、いたい、どえ、あー、むずいな、よし、やったけども、ちょっと待って、どんぐらいいる、そんなに数いない、石川、ドクターって言ってる、ドクター、松永、その間にちょっとこうやって物資をちょっともらっといて、で、あそこ、あっち、どうしよう、言って、危ない、めっちゃ撃ってくんじゃん。あそこいるよね、あれ人だよね。よし、あ、痛い、めっちゃ撃ってくる。ちょっと撃ちすぎじゃない？うわ、すごいいるじゃん。わかった、私はわかった。ここだな。見えた。これ登れるでしょ。あれ登れない？登れた。やっぱね、登れた。登れるから、上にも行こう。私は嫌じゃなく、もう剣士ですか、武士ですから、武士なもんですから、やっぱり、武士なもん、あ、間違えた。あれ、全然違う。どこ行って、どこ。やばい、やられる、撃たれる。さあ、これでここの3人はやりました。ちょっと回復してとどめを刺させていただきまして、で、あ、まだ生きてらっしゃる。はい、で、これ下に降りた方がいいよね。はい、下に降ります。下に降りるにはこの人たち、あ、で、危ない。一応ね、物資を集めます。で、下に降りるにはどこからか降りれるはず。あれ、さっき降りたとこじゃないとダメ。どっから降りたっけ、登ってきたっけ、もっとこっちだっけ、どこだ、登ってきた地点、あった、登ってきた地点から降りる。降りて。よし、これで。先生どこ行った。先生は、おったぞ。はい。あ、やられちゃったの、結局。巴の仕掛けた罠にまんまとはまりました。実は2日前に話をした。誰と？この女とだ。猛虎と共におる島の女を見たそうでな、野営を突き止めて知らせろと頼んだのだ。村の女子に？そんなこと頼んだからこうなったんじゃん。このむくろが巴であったかもしれんぞ。巴は武士の何たるかを分かっておらぬとおっしゃったが、あなたも同じ穴の虫なだ。そうだよ、年寄りに期待をしすぎるな。そういう時だけ年寄りって言うな。おじもにも、わしにも、雅子殿にもな。雅子は別だぞ。年寄りに甘えるのはガキのすることだぞ。何をおっしゃりたいのです。わしもおぬしも武具を手に生死をかけて戦っておる。だからその手を血に染めたのですか。だからこれまで生き延びたのだ。お主は違うか、クロードよ。なんかやら、この先生嫌い。そうだよ、民を守ってんだよ。そうだよ、何が悪いんだよ。悪党を切って何が悪いんだよ。大綱にも修練場があるぞ。じゃあ大綱にも行けってことだな。行ってやろうじゃないか。仕方ない。そこに巴いるのかな。そろそろ巴に会いたいよな。これ何ですか。回収はいいな、別にな。おいで。
これでじゃあ行くんだろう。これか。第7幕。石川先生の弟子であった巴は、豊玉の各地に猛虎の、ん？これ同じ？そのうちの一つが大綱だ。そこで先生にお会いして、共に修練所を打ち壊そう。違う、先生、ここにいいんだわ。ここにいいんだわ、先生。330メートル先にも、じゃあ先生、330メートル先に行くよ、先に。そこに修練所があるんだから。あるんだから。いて。影で行こう。影を連れて。ちょっと、影さん。で、志村の先人、なんだそれは。ちょ、見え。ここ大丈夫？どうなってんの？あ、ダメなやつじゃないこれ。いて。ごめん、影。影、ごめん。マジでごめん。本気でごめん。あ、影は？ごめん。大丈夫？あ、鍵来ない。あ、来た。ごめんよ。ごめん、許してけろ。見えなかったんだ。崖だとは思わなかったんだよ。鍵、ここは大丈夫か？ここもダメ？ここは大丈夫。待って。ね、こっちか。この道を行けば明るさ道これ。行けば明るさ道かな、これは。こっち行けば大丈夫じゃないかもしれない。ここはちょっと崖かもしれない。間違えた。ボタンを間違えた。え、これどこ？え、この下を行くの？これどうやって行くん？これどこ降りれるとこある？ね、どこ降りれるとこがないと困るんですけど、行けんの？あ、行けそう。トントコ行けそう。トントコ行って、あ、行けないかもしれませんけど、あ、ここ行けるな。こっち行って、こう行って、で、こう行って、で、ここでスッと行って下まで下がって、え、痛いじゃん。痛かったじゃん。結局痛い思いをしちゃった。あと 50m、 もうすぐだな。石川先生、どこですか？あ、いた、あのマーク、酒井様で。そうです、酒井様です。そうです、私が酒井様です。あれ、どこいるの、こんなか。つまり、野営を見つけたのはランか。さようでございます。酒井。はい、なんだい。石川先生、すげーみんな呼ぶな。これも巴の仕業ですか？猛虎と暴れ回っておるわ。蘭という娘が居所を知っておる。行きましょう。嘘と誠と私とワイシャツと部屋とジーンと巴と。いかにして蘭は野営の場所を森の中で偶然見かけたらしい。死なずに済むとは。他の者は殺された。ランちゃんだけ。お主がランか。どこだ、どこにいたランが今。はい、そうです。島の女子が猛虎を率いておったか。巴です。あの顔は忘れもしません。かつてこの地を住処にしていた族と手を結んでおりましたから。どういうことだ。あやつの出は小麦のはずだぞ。ここを気に入ったようで。あの女は大綱を何年も脅かしておりました。目隠しをしたまま空を飛び回る鷹を射落とせる腕前だとか。やつらの野営はどこにあった？ここから南西の森、西側の浜と川の間です。すんてもとったな。じゃあそこに行くか。巴め、授けた技も明かした秘密も無駄に終わった。わしも老いたな。なぜ嘘ついた？それ何か言うのね。ねえ、ご存じなかったのですね。いさかいの前、巴を養子にとって跡取りにしようと考えておった。巴にとってそれは行幸であったはず。だが取り下げた。あやつが人殺しだから。わしが未熟だったからだ。元の暮らしに戻してしまった。まだ良い暮らしができる機会を取りこぼし、さらに民を脅かすなど。皆まで言わずとも良い。先生、目を覚ませ。この先すべきことのお覚悟はありますか？
ないな、こいつ覚悟、お覚悟ないでしょ。まずは野営を探すぞ、ね、あーほらほら、話そらした話そらした、覚悟ない、この人覚悟ないと見た。罪を重ねる前に止めねば。止めるっていうことはお覚悟できてます、覚悟、お覚悟ありますか聞いてるの、こっちは。ねえ、お覚悟あれ、ちょっと急カーブ、お覚悟あるのかって聞いてるの、こっちは。お前が馴染みある地に戻ったということは、捨て身なのであろうな。しかし味方は元という国ですぞ。修練場が潰れるたび、ハーンの心は離れるというもの。ならば、くさびを打ち込み、優位に立ちましょう。その末に、巴が蒙古を見放したら。蒙古に対して弓を引くのであれば、乗じるべき。気を許せば、お主の背中に矢が打ち込まれる。巴は大綱を脅かしていたそうですが、あやつが若かった昔の話でしょう。成人する前だ。その年で賊と連れ立っておる。先生の手に余りそうだ。妙なことはなかったのですか。弟子入りしたばかりの頃は、懐に小刀を隠し、食料も隠れて貯めておった。日差しを見逃していたわけですか。他にもあったな。だが、あやつを跡継ぎにしたいばかりに、あえて目をそらしてしまった。野営はこの近くだ。ちっちゃいことだな、ちっちゃいことがやっぱな。最適の場。気を抜くな。馬を降りろ。気は抜いちゃうよね。抜いちゃいがち。ごめんだけど、それは。馬降りたよ。気は抜いちゃいがちなんだよな。かがめ。野営が見える。かがんでる、かがんでる。もうかがんでるって、こっちは。じゃ、お前がかがめや。お前がかがめって。どこだ、どこだ、どこ、ここだって言ったけど、どこ、ここ、作りは同じか。何が見える。え、調べる。ああ、そういうことね。ヌクロが的にされております。まこと巴らしい。今までもそういうとこいっぱいあったもんね。日本式の矢。そうであろう。野営を襲う。巴を見落とすでないぞ。心得ております。まずはお主から。巴はいないの。なんでお主から行かなきゃいけないんですか。っていうことは、これちょっと出ない。ならこれで違う違う、これ今鈴でしょ。鈴で、リンリンを、リンリンで、ここら辺に、リンリンって集めて、みんなを。みんなを集めて、リンリンさせて、全然リンリン、リンリン。リンリンに反応したの一人じゃん。ダメ、一人だけ爆発しただけ、一人だけ爆発しただけ。ダメダメ、ちょっと待って、作戦は失敗、作戦失敗しました。作戦失敗、待って。よし、燃やした。そこにすごい速度じゃん。後ろに、後ろに、後ろに、後ろにいた。そして私はちょっと隠れたい。あーっと、えいっとやって、えいっとやって。あ、めっちゃいる、めっちゃいる、めっちゃ撃ってくるな、あいつら。撃ってこい、撃ってこい、撃ってこい。あー、ちょっと早いな。よし、燃やした。燃やせばいいのさ。あ、痛い痛い痛い、こっちから撃ってきた。今度あっちに、あっち、あそこにいる、あそこにいる。よし、いいぞ、石川先生、石川先生、いいぞいいぞいいぞ。ちゃ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 ら、ちゃ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 ら。まだいるか。あそこに一人だな、と。多分一人でしょ。これだけでしょ。撃たせない。よし。巴がおった。もういないね。探せ。巴は？巴がおったはず、おったはずの巴が おらぬのですか？どうやって探すんですか？巴いないですよ。
女いないよ、女。先生、女がいない。なんかヒントがある。ヒント。巴であろう。石川、そしてクロード、二人ともしつこい男。お、可愛いか。どうか、どうだ。諦めろ、敵です。うわ、まだいる。うわ、すごい過ぎじゃない、これ。やるか、これと。何お前を追え。ここは食い止める。巴どこ、巴どこ行った。巴見失ってしまうって言われた。あっちか。いた。見えた。見えたけど、かすかに。かすかに。ちょっとわかんない。こっちか？あ、いた。お前に何がわかるって言われた。確かに。ああ、何もわかってないわ。お主のことはな。どこまで逃げるつもりだ？どこまで行くんだ？こっちでいいんか？追いついてごらんよ、高井殿。追いつけない。追いつけないぞ。どういった。見失ってしまってやれたな。どこだ、こっちか。どこへ行く気だ。あそこが。止まれ。いた。崖の上。やばい。サスペンス劇場。2時間サスペンス来た。2時間サスペンス。坂井陣だね。そうです。お前は輝かしき未来を取りこぼした弓の天才。そう言われたの。巴、談話が望みか。お前に教えてやろうと思って。油断すると刺されるよ、私のように、ね、誰に。中言はいらぬ、決着をつけるぞ。やっぱ石川先生なんか怪しいのか。すでについてる。え、味方もいない、一人だ。弓を下ろせ、巴。やばい。サスペンス。ああ、2時間サスペンスの犯人の最後。なんで。ちょい。こう、私が飛び降りたらダメ。どうすんの。落ちた場所を調べろ。どっかから降りれるとこがないですか。降りれるところを探しています。降りれるところがないですか。あ、あった。降りれるところあった。見えんけた。降りれるよね。あ、降りれた。よし。こう行って、こう行けるね。この高さ無理？これ無理？いや、行けるはず。ジャンプ。行ける？いた。ええー、ダメだった。こんな形で死んでしまうとは。こんな形で死んでしまうなんて。どうすんのこれ。だってさ、ここさ、ある？もう一段ぐらい。あ、なんかヒント？何？あそこに？こっちじゃないってこと？向こうってこと？ねえ、ちょっと待って。ちょっと見えた。あ、ここ。はい。ここでこう行って、こう行く。で？え？飛んで引っ越す。あ、こういうことね。で、スルと言って、こう。で、あ、降りれた。よし。これ、水辺に落ちて大丈夫なパターンだったりせん？先生に伝えねば。なんで来たのにまた戻るんかい。ちょっと。そういう意地悪してくる。こっちから行ける？あ、行けるとこある。行けるとこ見行けた。間違えた。シュン。で、刀抜いちゃった。で、こっちか。で、先生に会うために影を呼ぶ。こっちだ、影。巴でもあれ水だから大丈夫じゃない？そんな高さがすごい究極に高いわけでもないから、多分あれ来てるぞ。まだ巴、多分だけど生きていると思われる。だから石川の犬って言われた。す
ごい石川の命やった。ああ獣獣熊かな、熊かな、逃げれるよね、大丈夫だよね。こっちか、戻ってこれたか、戻ってこれたかな、戻ってこれたね。オッケーオッケー。あ飛んじゃった飛んじゃった、ちょっと石川先生を飛び越えてしまった。ちょっとどこ行くのどこ行くのどこ行くの、ちょっとあんたに会いに来たんだよ、あんたに会いに来たんだわ。坂井、何どうだった、どうだったもこうだったもないよ。私を殺さず巴は逃げました。お主逃がしたのか。飛び降りたのです、崖から。くだらん芝居に引っかかりおって。悩んでおるようでした。何か言われたのか。これ石川がなんか本当の黒幕じゃないの。ざりごとよ、うん、お主の方がくさびを打ち込まれたな。よく聞いておる。いやちょっと待って、いいえ聞いてなど。いやちょっと待って、ちょっと待って、石川さん、ともあれ次にこのわしを疑うときはまず己に問うてみよう。疑い出してるよ、もうだいぶ疑ってるよ、私だいぶ疑ってます。石川さん、お前は諦めておらん。おそらく北へ向かい猛虎の機嫌を取るだろう。見つけましょう。うわちょっと待って、なんかこれジンがさちょっと石川先生に操られてる感じかな。本当は巴が真実か、うん、巴が正義だったりするんかな、そんな気もしてきた。なんかあの巴はちょっと悪巴じゃない気がするんだよな。心底今までしてきたことはひどいけど、なんかちょっと引っかかんな、石川の先生。なんかちょっと引っかかります、私。はい。ほいで、あれだろ？影邪魔。これで一旦終わるのか。そしたらもう次はジンの道の、まあ、メインストーリーの方をやったらまたきっと解放されてくんだな。ということで、ちょっと影邪魔です。じゃあ次回はついに、あの、陣の道、本ストーリーをやっていきたいと思います。そう、この顔どう？どう？いいでしょ？この面。では、ご視聴ありがとうございました。次回、お楽しみに。ゲームが上手になりたいな。もっとみんなに褒めてもらいたいから、コントローラーを握る。でも、いつもお母さんは似ていてばかりで、俺を。